V-Ray は1997年にブルガリア共和国ソフィア市にて設立されたカオスグループリミテッドが2002年3月に開発したレンダラー。プラグインとして動作し非常に高速でフォトリアルなレンダリングができる。非公式であるが個人で無料 CG ツールであるブレンダー上で使用できるように下 V-Ray ブレンダーと呼ばれるディストリビュートも存在する。 レンダラーのみにもかかわらず価格は10万円を超えるが、上記の特質のためでタッチにかかる手間などが大幅に低減できるため、かえって経費削減につながり、映画や建築ビジュアライゼーション等のプロ業界では大変広く利用されている。2012年3月に10周年を迎えた。また、最近ではトゥーン機能が搭載されており、アニメ調のレンダリングにも対応した。V-Ray は、 比較的他のレンダラーが使っていない光の計算方法が基本になっており、さらに V-Ray に最適化させるためにいろいろ手を加えている。V-DART2.0 でオパンクルベースの GPU レンダリングアクセラレータが実装され、その後クダイアオプティクスに対応した。V-Ray でベンチマークを行うための V-Ray ベンチマークが無料反布されている。V-Ray ベンチマークには 以下の三つのテストが用意されている。ありがとうございます。